オーター里は、沖縄県中上郡西原町出身の元プロ、野球選手、警視庁警察官、うとう右内。2008年から2012年までは、名前の後里を、登録名に用いていた。引退後は、警視庁の武蔵野警察署地域課に所属し、同庁の公式野球部に所属している。3歳まで沖縄で暮らした後に、東京へ転居する。小学3年生で、 江戸川区南式野球連盟中町ビッグフィガースで外野手として南式野球をはじめ5年生で当初に転校6年生の時に江戸川区選抜として世界大会に出場する帝京高等学校へ進学し1年夏からベンチ入りする2年夏から3期連続で甲子園に出場する2年夏8強2007年春の選抜では 小木田せを相手に、江川すぐると並ぶ、大会史上に痛いとなる20奪三振の活躍、4強入りに貢献する。しかし、2回戦の市川戦でバントを試みた際に、親指を負傷。痛みからフォームが崩れ、夏の東東京大会でも何度もノックアウトされ、時に1アウトも取れないこともあった。最後の夏の甲子園では、この不調が響き、エースナンバーアーバ号1は、 同僚の柿が原達也に奪われ、背番号10をつけての出場となった。この甲子園では2、3イニングしか投げられなかった。高校時代には卒業後に直接 NPB 加盟の球団へ入ることを希望していた。しかし、3年生の夏に不調だったことから入団できなかった場合はアメリカへ行ってメジャーリーグを目指すかもしれないという意向を周囲に漏らしていた。 実際には2007年の高校生ドラフト会議で横浜ベイスターズから30名指名を受けたことから契約金5000万円、年俸500万円という条件で入団。入団後には名前のアトリを登録名に用いることを発表した。2008年のシーズンは大半を二軍で過ごしたがイースタンリーグ選抜の一員としてフレッシュオールスターゲームに出場した。 9月14日の対中日ドラゴンズ戦で、救援投手として一軍デビュー。同月25日の対阪神タイガース戦で1、軍初先発を果たした。しかし、通算では5試合の登板で、0勝2敗、防御率8.03という成績に終わった。2009年、イースタンリーグ公式戦17試合の登板で、5勝6敗、1関東、防御率5.31を記録。 一軍公式戦では、8月13日の対、広島東洋カープ戦に9円で登板しただけだった。2010年、一軍公式戦16試合に登板。先発、9円の双方を経験したが、0勝7敗、防御率6.51にとどまった。シーズン終了後の契約交渉では、先発にも9円にも対応できることが評価されたため、 推定年俸720万円で契約を公開した。2011年、イースタンリーグ公式戦15試合で1勝5敗、防御率3.86を記録。一軍では公式戦3試合の当番で0勝1敗に終わったため、一軍初当番からの未勝利連敗記録が NPB 歴代3位の10に達した。2012年は、 イースタンリーグ公式戦29試合に登板。3勝0敗、防御率1.73という成績ながら、一軍では公式戦2試合の登板で勝敗がつかず、防御率13.50でシーズンを終えた。戦力外通告を覚悟したと語るほどの危機感を抱いたことから、シーズン終了後の12月27日には、登録名を本名のウォータートリに変更することを、 球団から発表。これを機に、ユニフォームのセネーム表記も、従来の、アトリから、オーに改められた。なお、この年には結婚。第一子を授かっている。2013年5月18日に、シーズン初の出場選手登録。6月22日の対阪神タイガー,アース戦では、1点リードの5回、表に四万塁から2番手投手として登板すると、 6回表まで無失点に抑えた末に一軍初勝利を挙げた。この勝利で前述の連敗記録を10で止めたことから試合後に受けた自信初のヒーローインタビューでは長かった。今日からやっとプロ野球選手になったと思う。一軍で活躍しないとプロ野球選手とは言えないとかだった。シーズン全体では一軍公式戦で自己最多の38試合に登板。 二勝四敗、五ホールド、防御率3.72という成績を残した。シーズン終了の契約交渉では、推定年俸1250万円で契約を公開している。2014年4月22日に、シーズン初の出場選手登録を果たした。公式戦では3試合の登板で、自責点0にとどめたが、4月30日に登録を抹消。 末消後に一軍へ復帰できなかったため、シーズン終了後の契約交渉では、一旦保留した後に推定年俸950万円で契約を公開した。2015年、一軍公式戦への登板機会はなかった。イースタンリーグ公式戦でも、24試合の登板で2勝1敗、1セーブ、防御率5.96と振るわず、10月4日に、 球団から戦力外通告を受けた。2015年11月10日にシートバッティング形式の NPB12 球団合同トライアウトへ参加。ストレートで時速1 4 9トルを計測したほか、二つの三振を奪うなど、打者三人を無安打に抑えた。その一方で、 高校時代にメジャーリーグ志向を公言していたことを背景に2015年の11月中旬には同リーグ加盟球団のトライアウトも相次いで受験。ボストンレッドソックスのトライアウトでは合格に至らなかったがサンディエゴパドレスが日本国内で初開催したトライアウトにも参加した。2016年1月18日に NPB のオリックスバファローズが ほっともっとフィールド神戸で大田の投球をチェック。2月1日からの春季キャンプ中に実戦形式による最終テストを実施した。その結果、2月9日に育成選手として契約することが発表された。当初の背番号は129で、球団本部長の瀬戸山隆三は支配下選手登録を視野に入れた契約であることを示唆した。 6月23日には、育成契約から支配下選手契約へ移行すると、共に、背番号を98に変更した。9月12日のタイ東北楽天ゴールデンイーグルス戦に救援投手として、自身2年ぶり、移籍後初の一軍登板であったが、一軍公式戦での登板は、この1試合だけで、10月2日に、球団から戦力外通告を受けた。 12月2日、自由契約公示された2016年11月12日には、2年連続で12、9段合同トライアウトに参加。ストレートで、最速時速144キロメートルを計測したほか、打者3人を相手に、1奪三振1を支給という結果を残した。その後、警視庁の採用試験を受け合格、研修終了後に第4機動隊の警視庁、 公式野球部に入部。2019年7月時点では、警視庁武蔵野諸地域下順差で、東京都武蔵野敷地上寺駅東口交番に配属。平均球速約時速 143km。最速時速 151km のストレートと、スライダー、チェンジアップ、フォークボールが特徴。横浜時代に一軍初登板から初勝利まで10。 連敗を起死したのは繊細な性格ゆえにストレートの球速が一時時速 130km 台の前半にまで落ち込むほど腕が振れなくなったことが原因とされる。スズメメアトリカの小さな渡り鳥であるアトリが名前の由来であり、野鳥の撮影が趣味の父が名付けた。また、姉が二人おり、姉たちの名前もそれぞれ鳥の名前から付けられている。 横浜時代の背番号は58で、この番号にちなんで、浜のゴーヤーという愛称を自ら命名。将来は58から40を引いた番号を付けたい、とも話していたが、DNA を対談するまで、背番号58の着用を続けた。後里に関するカテゴリー。ありがとうございます。